ダメ、やめてよ。やめてよ。あれ？直盛りって言ったよな、俺。まあいいわ。あ、直盛りどうこうじゃねえわ。定食だ、これ。ちょっと左耳が聞こえなくなりました。僕、3日前ぐらいから、ちょっと体調を崩しまして、まあ熱があったんですけど、で、ちょっと様子を見て、まあ昨日も熱で、今日は熱は下がったんですけど、そしたら耳がなんか悪化してて、どうしたもんかなって思ったら、なんか耳が、なんかもう音が遠くって聞こえなくって、で、病院行ったら、ちょっと変わった先生みたいなのが初めて行ったんだけど、なんか聞くときに、どうなのかなみたいな、なんか、つぶやき四郎系先生で、で、これは重症ですね、とか言われて。え重症え重症なの確かに聞き取れないというか、聞こえないんだけど、え、重症なんかいって思って、ちょっと思わず笑っちゃいました。あ、もう口開けんのも痛い。なんかもう耳がさ、やられてるからさ、なんかここ、顎のこことかも、ちょっと若干多分影響してるのよ。だから口開けんのもしんどいんだけど。美味しい。俺何が嫌だって、体調崩した時に味覚障害に一番最初になるの。これ小さい時からそうで、なんか味がしなくなるとかだったらまださ、まあそれもしんどいんだけど、そうじゃなくて、味が美味しくなくなるの。全部苦く感じちゃう系なの。で、2、3日はそんな感じだったんだけど、ようやくでもないかな。3割ぐらい味覚が戻ってきたので食べてんですけど。痛い。だからわかんない。いつも美味しいとか、なんかできない。美味しいものなのにね。すごく悔しい。でもその苦く感じるけど、お腹は一生減ってるのよ、こっちは。だからもうしんどいよね。もう何を食えばいいかわかんないって感じ。うん、それこがなんか唯一の救いでもあり、苦しみでもありって感じ。あ、美味しい。これさ、じゃあ待って、これすごいなんか体に優しそうなさ、鶏白湯スープみたいな、いや、わかんない。名前は合ってるかわかんないんだけど、ちょっと松屋のスープなんだけど、なんかこれ、普通の舌だったらもっと美味しかったじゃん。ショック。口開けるたび痛いって何ですか？どんな嫌がらせですか？今じゃない？もちまれちゃん。今遊べません。あーい。たまにキーンと痛くなるのよね。それどうしたらいいんでしょう？てか本当はね、もうなんか、さあ、病院行きたくなかったの？いや、なんか、寮に対して散々病院行けたどうこう言ってんだけど、行きたくなくって。っていうのは、これここら辺に引っ越してから病院って本当にお世話になってなくって。で、まあ、ある程度その耳鼻科とか検索して一番近いとことか見てみたりするじゃない。で、口コミとかも見るわけよ。一応参考までにね。で、その口コミってさ、大体さ、なんか、10件に2個ぐらいは悪いこと書いてたりするなって感じなんだけど、本当はね。で、
なんか、その一番近所の耳鼻科は、もう10件あったら10件悪いことしか書いてない耳鼻科で、いやもう嫌でしょ。嫌じゃない？怖いよ、そんなとこ行くのは。なんか、もう、2、3件、10件中2、3件とかだったら仕方ないなって思うの。だっていろんな人、いろんな人がいるし、いろんな考え方あるし、っていうのはわかるんだけど、なんか10件中10件が、ここおすすめしませんみたいなこと書いてたらさ、もう行きたくないじゃない？だから、家の近くの次に近いところを行きました。で、そしたらつぶやき四郎先生に会えて、ちょっと通訳が必要だったりするんだけど、まあ、看護師さんも優しい方でよかったです。うん。落ち着いた？落ち着いたの？はぁ、なんかでこんな時に限ってさ、なんかりょうちゃんとかさ、朝から仕事行って夜遅くまでとかなの？って思って。で、昨日なんかご飯とかもさ、全く家になくってさ、で動けもしなくて寒気もするし、なんかどうにもできなくって。で、そしたらなんか夜だいたいもう9時ぐらいには帰ってきてくれて、ただいまーっつって、でご飯しようとか言ってくれて、なんか嬉しかったな。なんか体調悪くとさ、なんか泣きそうになっちゃうね。なんか会うとさ、ひどいことばっか言っちゃうの。なんかそんなつもりないのに。なんかこんなこと、こういうことで喧嘩したくないなってこと、言い合いになってすることが多くて、普段感謝してるのに。なんか、なんでこんなこと言っちゃったんだろうとか思ったりするの。ああ、なんか俺はなんか人の言葉とかそういうのを汲み取るのが得意ではないというか、優しさが足りない気がしてて、ちゃんとまあ汲み取るべきだなっていうのは常々思ってたりしてて、でもそれでもあのこんなネクラな俺を外に連れ回してくれる人たちがいっぱいいて、こんなわがままだけどなんか離れる人なんかいないし、本当それはもう感謝でしかないなって毎回思う。ああ、まあ、うん。食べよう。食べたいけど口開けれない。心配してくれたの。いい子だね、あんた。あ、うん。あの、もちまる、実はあの、X、元ツイッターをもちまるちゃんが始めまして、もちまるちゃん自身が投稿してます。この子ね、自撮りが得意じゃないので、あんまり写真あげないかもしれないんですけど、ちょくちょくつぶやきを頑張ってるので、ぜひ、フォローをしていただけたら
嬉しいです。うん。ね、もち。コメント欄にリンク貼っときます。あ、もう、目が。もう何の話よ。情緒不安定すぎない？でもまあ体調悪いってそういうことよね。